1年が経ちました。大勢の方々にご協力いただき、現在では皆様を迎えてお迎えして試合を開催することができております。今回新型コロナウイルスとの戦いが長期化する中、最前線で奮闘する医療従事者の皆様に感謝の意を表しまして拍手を送りたいと思います。レフェリーの笛が鳴りましたら皆様拍手をお願いします。サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。